九州参考グループ、熊本フェリー、熊本フェリー株式会社は、有明海でフェリーを運行する海運会社、九州参考グループの関連企業である。九州産業交通と江崎汽船の出資により、1991年に設立された、熊本と天草を結ぶ高速旅客船などを運行していたが、2009年4月以降は、 熊本と島原半島を結ぶ高速フェリー1、航路のみを運航する。熊本島原航路には、九州商船グループの九州フェリーが在来線で、就航しており、競合している。所要時間は30分と九州フェリーの半分だが、旅客運賃は九州フェリーの方が安く、便数も多い。運航中の航路高速フェリー、オーシャンアローを使用して、1日6便を運航する。 所要時間は30分。九州横断バスで、かつて運行していた別府と長崎、雲仙を結ぶ路線は、当社と同じ参考グループであるため、運行開始と同時に、オーシャンアローをバスごと利用する形態に変更した。過去の高路高速旅客船、マリンビューを使用して約1時間で結んでおり、天草エンジェルラインの愛称がついていた。ピーク時の1997年度には、 11万7千人の利用があったが、その後の利用客数は減少し、2006年10月には3往復から5往復に減便、2006年度の利用客数は6万4千人と半減した。利用客減少や燃料費の大幅上昇で運行継続が困難であるとして、2007年8月末での廃止を表明したが、天草市の支援により撤回された。その後、 2009年3月31日に運行休止となった運行中の船舶過去の船舶過去の営業所ありがとうございます。